はい、こんにちは。池袋タップダンススタジオリズムスピーカーインストラクターのリキです。本日はですね、基本ステップのその3、パドル&ロール一緒にやっていきましょう。今日行うメニューはこの2種類。1、足踏みをしてみよう。2、音楽に合わせてみようです。それではレッツゴー。はい、それでは足踏みからいってみましょう。パドル&ロールは全部で音が4つあります。そしてステップはかかと、かかと、つま先、つま先、この4つのステップになります。1個ずつ説明しますと、まず右のかかとを上げた状態から下ろします。そして反対、左足のかかとを置きます。そして左足のつま先を引き上げてからつま先を下ろします。このかかと、かかと、つま先、つま先、これがパドル&ロールになります。まずは上げます。上げた状態から下ろします。そしたらかかとを出します。で、このかかとを、まあ音が鳴りにくいので強く行きがちなのですが、最初は添えるだけで大丈夫です。添えるだけで大丈夫です。そして引き上げる。この引き上げは以前行ったシャッフルの引き上げと似たような感じです。その位置がここになった状態で引き上げます。で、最後につま先を下ろします。この1、2、3、4の動き一緒にやってみましょう。右足からいきますよ。右足のかかとを上げてから、せーので、1、2、3、4。さあ左いってみましょう。上げた状態から、せーの、1、2、3、4。はい、でパドル&ロールのステップを置く位置ですが、かかとはまっすぐ、こうかかとで足踏みをするような感じで、ほんのり重心が動く感じを意識できればいいと思います。そして2つ目のかかとを出す添える動作なのですが、次のこの引きに持ってきやすい位置で置けてれば最初は大丈夫です。近すぎると最初は引きにくいので、少し前に出してあげるとスペースができます。そして引いてあげましょう。で、最後の引いて下ろすステップは、前回やったシャッフルステップ、シャッフルステップヒールのように引いて下ろす、これとほとんど一緒です。なのでゆっくりまっすぐ下ろして、引きやすい位置に置いて引いて下ろすを意識してあげましょう。それでは今のパドル&ロールを1、2、3、4、これぐらいのテンポで、せーので、1、2、3、4、1、2、3、4。さあ、では合計4回つなげていきましょう。右からいきますよ。5、6、5、6、せーの、下ろす、出す、引いて、下ろす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 。はい、このパドル&ロールですが、最初の音を2つ出すのが結構難しいです。かかとを下ろす、かかとを出す。このステップ最初全然音が鳴らないんで、パワーでいっちゃう人もいるんですけど、もちろんこういう打ち方もあります。ですが初めて行う人はパワーでいかない方がいいです。っていうのは、割と腰とか膝に来やすいので、初めての人はこのステップ踏む際は動作を意識してただ下ろしてあげるだけで、足もただ置くだけ、むしろもう添えるようなイメージ。この下ろして添えるだけでも音鳴りますよね。無理にパワーでいこうとすると体壊しやすいので、最初は力を抜きましょう。タップはとにかく力
を抜くことが大事です。自分が安心してできるフォーム、テンポやってあげましょう。これは他のステップでも言います。シャッフルステップを無理に踏み込むじゃなくて、当たるところをしっかり確認してあげる。無理に踏むじゃなくて、当たるところを確認してあげましょう。これが慣れてきたら初めてヒットを加えてあげて、アクセントを付け加えたり強弱を出せるようになってきますので、まずは力を抜いてあげましょう。さあでは最後に音楽でやっていきましょう。まず4回いきます。テンポは5、6、右からせーの、お疲れ様です。本日は基本ステップその3、パドル&ロールをお送りさせていただきました。普段やらない動きなので、そこで頭を使うので最初の難関と呼ばせてもらってます。動作自体は下ろす、置く、引く、下ろすのステップになっているので、ゆっくりとやっていきましょう。次回の動画では横に動く基本ステップのその4、その5、サイドステップとサイドステップスタンプをお送りしていきたいなと思います。このチャンネルでは初めての人向けにタップダンスのレクチャー動画たくさん配信していきますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、下の概要欄には池袋タップダンススタジオリズムスピーカーのホームページ載せておきますので、よかったら見てみてください。レッスンいつでもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。